野焼き森を焼く、人々の焼き、または、火入れとは、野外で足などの植生や、枯草、作物の栽培に伴う、副産物である稲藁、もみ殻、剪定枝などの作物残差といったものを人為的に焼却することである。その多ごみの野外焼却に対しても、野焼きという言葉が使われる。インドデリーのスモック。世界で最も大気が汚染された都市であり、 その主要な原因は野焼きである野焼きは古来より秋畑を行い農地を鳴らすために近年では山火事の防止、生態系の管理などを目的として行われてきた。一方、野焼きは PM2.5 などの大気汚染の大きな原因として公害を引き起こし国境を越えて遠くまで被害が及ぶため国際問題に発展しているケースも見られる。 そうした理解が進んだ現在においては、野焼きは、大気汚染とそれに関わる、疾患、死亡原因として、また、補助の自力低下や、土壌侵食の原因として、国際的に認識されるに至った。違法に行われている焼き畑大気汚染収穫後の、作物残差の処分、熱帯林の開墾などを目的として、 それらを焼却することが特に発展途上国において広く行われており、大気汚染の原因となっている。草原の野焼きはアフリカなど世界各地の草原で、主に放牧のために行われており、ロシアのステップや北アメリカのグレートプレインズにおける研究では土壌の窒素を放出させたり、野焼き後に成長する若い植物は、収量は減るが栄養価や、 菜食から思性は高まるといったことが知られている。穀類や豆類、砂糖、キビの残敬、わらかん、角、葉などの作物残差の野焼きは、世界各地で多くは規制の下で行われている。原因として、伝統的に雑草、病害虫を防ぐために必要であるとみなされてきたこと、経済的理由により野焼きを行う以外に処分する、選択肢を持てない農民が多いことが挙げられる。 世界銀行によれば上位の国として中国、インド、米国、ブラジル、インドネシア、ロシアが挙げられるほかアフリカ、メキシコ、タンザニアなどで割合が高くこの数十年の間に世界の多くの国々で増加した土壌の汚損の焼きで得られる草木灰は有機物そのものより窒素飢餓のリスクが少なくカリウムなどを含む肥料として利用できる 一方で、燃焼に伴い栄養の多くや、有機物の土作り効果が失われることが知られている。アジア工科大学院のマハミド・エスメウェイル・アサジによれば、稲わらの野焼きは、炭素のほぼ全量、窒素の99%、リンの18%、カリウムの44%を失わせる。オーストラリアのビクトリア州政府によれば、小麦わらの野焼きは、窒素の80%、 リンの40%、カリウムの60%、イオウの50%を失わせ、また長期的には土壌の酸性化を招く。高温にさらされた土壌は一時的に交換性、アンモニア対窒素や重炭酸塩中出ンの核分が増加するが、長期的には理化学性、生物性のいずれも低下すると考えられている。地球温暖化、地球温暖化の観点からは、 雪氷圏の温暖化に影響が大きいブラックカーボンの排出源として最大の分野であると考えられている温室効果ガス排出の観点では二酸化炭素についてはカーボンニュートラルと捉えることができメタンや一酸化二窒素についても全体への寄与は目立たないが土壌微生物に影響を与え土壌の温室効果ガス排出を増加させる廃岸農業廃棄物 産業廃棄物を問わず、物が不完全燃焼するときは、粒子状物質を大量に発生させる。特に稲作により生じる、廃棄物であるミガ殻の焼却においては、発岩性物質であり、軽肺の原因となる結晶質シリカを生成する。野焼きによって、これらが生成、飛散することで周囲を汚染する。気管支ぜ息の野焼きの煙は、気管支ぜ息を誘発する。 秋田県の医師の間では、稲の収穫期を迎えて、もみ殻や稲わらなどの作物残差が農焼きされる季節になると、全速発作の救急外来が急増するという事象がよく知られていた。呼吸器感染症の焼きの煙による大気汚染は、新型コロナウイルス感染症への罹患リスク、重症度を高めることが実験で示されている。また、 農薬によって大気が汚染されると感染症対策の換気が困難になり、感染拡大につながることが懸念されている。農機によるすき込み主に大気汚染、新型コロナウイルス感染症対策として、世界各国で農薬を法的に禁止し、すき込みなどのより環境負荷の低い処分方法への切り替えを奨励する政策が実施されている。気候と、 大気浄化の国際パートナーシップの農業イニシアチブは環境保全を伴う生産性向上や健康状態の改善のほか、とりわけブラックカーボンの排出抑制を目的として2015年から作物残差の野焼きの抑制計画を開始した。野焼きに代わる作物残差の有効利用法としては、不幸期栽培などのマルチング、補助をすき込み、対比化、飼料、 色料といった構築連携のほか紙やバイオプラスチックなどの素材原料、バイオ燃料原料やバイオ炭原料として利用する取り組みがある。バイオ炭はその製造過程において不完全燃焼に伴う大量の有害物質が大気中に放出される。この問題の解決策として環境を汚染しない高性能ガスカロの実証実験が2019年にスタートした。 山野の野焼き渡らせ遊水地の吉焼岩脇産の山焼き日本では伝統的に春先のまだ草本の新芽が出ない時期に野山の枯れ草を焼くことが多い。山焼きとも言う。また、他のあぜや河川敷を焼くことも野焼きということもある。日本の自然の状態では国間地を除き草原は森林へと背にする。野焼きや採奏、放牧を行うことで この繊維がリセットされ、初期状態の草地に戻る。このように人為的に手を加えることで、維持されている草原を二次草原と言い,い、再装置や放牧地として利用されてきたほか、特に野草地では特有の生物種を形成する。野焼きは、地下に成長点を持つ、双本植物を生かしつつ、地表を覆う有機物や、地上に成長点を持つ木元植物を減らし、 また炎などによる地温上昇や発芽誘導物質の生成などにより土中種子の休眠打破を促したり炭による暗色化で地温を上昇させたり有機物を無機塩類とすることで新たに出る若草のための肥料としたりダニなどの害虫を焼き殺す効果も期待されるよく知られた山野野の野焼きには次のようなものがある国立公園など自然保護区における 野草地の野焼きは、祭奏や放牧と合わせ、二次草原環境や、生物多様性の維持に有用な管理手段の一つとして行われており、環境省は自然再生推進法などに基づき支援している。草地の野焼きの量の正確なデータは把握されていないが、千ヘクタール以上の主要な野焼き実施地の5箇所を想定し、単位ヘクタールあたりの平均焼却量を10トンとする概算があり、 単純計算で244キロトンのバイオマス焼却が行われうると想定される。野焼きは土地の炭素貯留を減少させると一般的には考えられているが、阿蘇の二次草原では文献上は1000年以上前から土壌分析によれば1万年以上前から野焼きが行われ、かつ工期が行われてこなかった結果、土壌に蓄積した炭と植生由来の有機物により、 土壌炭素の貯留が高められていると考えられている。野焼きに関する春の季語には、野焼きや、山焼き、野山焼く、のび、畑焼きなどがある。作物残差の野焼き北海道の農地の野焼き稲原や、もみ殻、果樹の剪定枝といった作物残差は、従来は大気化や畜産資材、藁細工など手工業製品の材料として資源利用されてきたが、現代になり、 農家の担い手減少や牛場の減少、農業機械化、化学肥料の普及などによりその利用度が減少し、その一部が焼却されるようになった。特に稲作における野焼きは、昭和40から50年代の自達型コンバインなどによる機械収穫の普及に伴い増加し、一時は稲作付け面積の25%で野焼きが行われ、その塩害いは稲わらスモックと呼ばれ、 社会問題化した。野焼きは、大気汚染、悪臭などの公害、洗濯物の汚れなど近隣トラブル、火災など、事故の原因となるほか、地域における農産、観光のイメージ低下や、焼却により、有機物の土壌への還元量が減少し、自力、収量低下につながることが示されるなど、営農面においても問題があることから、農協や行政機関における土作り運動が起こり、 自力増進法、持続農業法、ギャップなどの政策において、作物残差は焼却せずに、堆肥や資料として利用することが奨励されるようになっている。日本国内での作物残差の焼却量は、都道府県が把握するデータからの算出では、稲で1990年には1019.5キロトン、2016年には295.4キロトン、 麦類の焼却割合は2007年度には13.5%、2016年度には7.7%である。2012年の第181回国会での内閣答弁書によれば、2010年度産の稲由来の焼却された稲藁の重量割合は、各都道府県からの集計で1.8%である。地域の取り組みによっても違いがあり、例えば米の咲いた産地である。 新潟県では1993年には独自の指導要項を制定するなど作物残差の適正処理を積極的に推進し、稲藁の焼却割合は1995年度には6.9%、2017年度には0.0%となっている。青森県では2010年に稲藁の適正処理を推進する条例を制定し、 作付け面積の1%までの焼きが減少したが、一部地域では根強く残る。その他ゴミの野焼きゴミの野外焼却台を基死の化学式。野焼きにより発生し、空気中に拡散するゴミを廃棄物処理法に従わずに焼却処分することを指す。そのまま地面に積み上げて、穴を掘りその中に投棄して、ドラム缶や焼却炉といったものを使用して、それぞれ焼却する。 日本では近代化以降、戦後まで適切な焼却施設が普及していなかったため、ゴミの野焼きが状態化していたが、ゴミ問題の深刻化を受けて1963年の生活環境施設整備緊急措置法で、焼却施設の整備方針が定められ、2000年の廃棄物処理法改正で、ゴミの野焼きが全般的に原則禁止された。ゴミの野焼きは、園外、 火災などの問題に加え、特にダイオキシン類に代表される、有害物質の発生が問題とされる。農業分野では、事業系一般廃棄物にあたる、作物残差の野焼きが、焼却禁止の例外に含まれているが、これは警備かつやむを得ない場合の特例であり、原則的にゴミの野焼きは禁止されている。特に産業廃棄物に指定されるハイビニールなど、 ハイプラスチック類は少量でも汚染が深刻であり、災害非常時でも野焼きしてはならないものとされている。農業におけるこうしたゴミの野焼きは、大気汚染や土壌汚染のほか、農業用水の汚染が懸念される場合もある。環境省の産業廃棄物行政組織等調査報告書によれば、日本国内の産業廃棄物の野焼きは1990年代後半から、 大幅に減少し、ハイプラスチック類の野焼きの量は1996年度には3446トン、2015年度には19トン、菊くの野焼きの量は1996年度には59916トン、2015年度には831トンである。警察庁の警察白書他統計によれば、 廃棄物処理法の焼却禁止違反による検挙件数は2018年には2802件であり、同法違反による検挙全体の約51%を占める。公害及び事故原因総務省の平成30年度公害苦情調査によれば、野焼きは日本国内で最も多い公害苦情の発生原因であり、全体の18.3%を占める。 総務省消防庁の平成30年における火災の状況によれば、火入れは日本国内で6番目の火災原因であり、全体の4.9%を占める。林野火災においては、焚き火に次ぐ2番目の原因であり、全体の18.9%を占める。また、野焼きの火が下草に炎症し、人が炎にまかれ死亡する事故が、たびたび発生している。野焼きは、 微小粒子状物質の主要な国内発生源の一つと考えられており、2015年から環境省の PM2.5 政策パッケージにおいて排出抑制が検討されるようになった。環境省は野焼きが地域の PM2.5 濃度に与える影響が高まりやすい気象条件として弱風や秋から冬にかけて晴れた日の夜間に形成されやすい逆転層、高湿度を上げ、 こうした条件での野焼きをしないよう求めている。また、元水率の高い作物残砂は、PM2.5 の排出量を増加させる。環境省の PM2.5 等体気汚染物質排出インベントリによれば、2015年度の作物残砂の野焼きによる、PM2.51 粒子の推計排出量は、約1万3000トンであり、国内排出全体の約1割を占める。 またその他の大気汚染物質として、気発性有機化合物、約1万1000トン、硫黄酸化物、約1300トン、窒素酸化物、約8000トン、アンモニア約3500トン、一酸化炭素約12万トンの年間排出量が推計される。麦や稲の野焼きで発生する PM2.5 粒子には、 一般待機中の PM2.5 と同程度もしくはそれ以上の毒性があると考えられ、ベンゾ、A ピレンなどの発岩性物質も含まれる。野焼きは山火事を引き起こす原因として焚き火に次々に,に入っており、国や地方自治体が警告のアナウンスを出している。野焼きにより発生した煙が車の視界を遮った、結果、交通事故が発生し女司が、事故死した事件が発生し、 の焼きを行っていた男性が書類送検された。環境省の悪臭に関する全国調査では、最も多かったのが野外焼却であり3223件となっている。2017年の神奈川県横浜市の報告では、悪臭苦情全体の6割がの焼きによるものだった。放棄性森林法により、森林やその 1km 以内の土地での焼きを行う場合は、 その所在地の市町村長の許可を得なければならない。森林法で規制される火入れとは、土地の利用を目的とした面的な焼却を言うが、焼却物を複数箇所に収集しての寄せ焼きや、筋状に収集しての筋焼きも実質的に火入れとみなされる。また、消防法に基づいて、地方公共団体が定める火災予防条例により、通令は、 火災と紛らわしい煙または火炎を発する恐れのある行為として消防機関への届け出をしなければならない。火災警報発令中は同条例の制限に従う必要があり、その他火災予防上必要な時には禁止命令などが出される場合もある。田畑などで行われる作物残差の野焼きは廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、 焼却禁止の例外とされるが、生活環境への影響の遺憾により、直罰規定と間接罰規定の2段階で規制される。このほか青森県や秋田県など一部の地方公共団体では、条例によって別途に規制を加えている。行政による太陽国環境省は、毎年12月を大気汚染防止推進月間と定めて、隠し提案を行っている。 そのうち一つでの焼きをしないよう求めており、またツイッターの環境省公式アカウントにおいても野焼き防止の啓発ツイートを行うなどしている。地方自治体新潟県では平成5年に県稲原等適性処理に関する指導要項を発表、推進している。これは稲刈り後に残る作物残砂である稲藁を野焼きするのではなく細かくして土にすき込むというものである。 県農産園芸化によれば、平成14年には90%以上の農家が、すき込みに移行することに成功。現在は県への野焼きに対する苦情はほとんどなくなった。富山県伊水市では、平成23年から、もみ殻循環プロジェクトを開始した。米の脱穀後に残る、作物残砂である、もみ殻を燃料として用いるものである。 取り出した熱は冬場のいちご栽培用のビニールハウスの暖房、焼却灰は肥料にする。廃棄物であるミガ殻が有効活用できるため、他市からの視察も多い。都並市では落ち葉や剪定枝の野焼き防止のため、行政による個別回収サービスの実証実験を開始した。回収された廃棄物はゴミ処理センターへ運ばれる。また、屋敷林で出る枝を、 粉砕機でチップ化したいにする取り組みが進められている。兵庫県三田市では、野焼き対応をめぐって、取締り対象とする県警側と、容認姿勢を取る三田市側で対立が発生した。三田市、オンブズパーソンは、三田市に対し批判を展開、市長が謝罪するに至った。三田市、オンブズパーソンは、稲藁などの農業廃棄物は、一般廃棄物相当であり、 行政側が責任を持って回収し、清掃工場に持っていく仕組みを策定することを提案している。秋田県では以下のような包括的な対応を行っている。佐賀県では県 JA により麦わらの野焼きをやめ、すき込みを行うよう呼びかけている。茨城県中市では野焼きによる大気の汚染は、新型コロナウイルス感染症の有効な対策である。 換気の妨げになるとして行わないよう呼びかけている。インドネシア・シンガポールに流れ込んだヘイズ・インドネシアでのプランテーションを目的としたい放野焼きが原因の森林火災、冷炭火災が例年発生しており、しばしば深刻な塩害や越境汚染となり、社会問題となっている。特にシンガポールとマレーシアへの越境汚染は深刻な国際問題に発展している。 カンボジアの焼きによる大気汚染が悪化していたが、政府がの焼き禁止令を発し、その結果 PM2.5 等の汚染物質が低下傾向にある。タイ焼きバタによる塩害により、国民の健康被害が深刻なレベルに達している。そのため、タイ政府は国家規模で対策を打ち出すとしている。の焼きの多い地域をの焼き防止重点地域に指定し、監視を強化、の焼きを行った。 砂糖キビ農家に対し補助金を停止する。また、作物残差の砂糖キビ場に対し、タイの政党業界団体が買い取り事業を行い、自主規制に努めている。ベトナム派の意志で、焼き畑の煙による大気汚染が発生し、当局は野焼き焚き火ストーブの使用を停止することを求めた。インドニューデリーの大気汚染インドでは、 作物残差の野焼きによる塩害が深刻である。ハーバード大学や NASA、他グループの研究によれば、季節によっては、デリーの大気汚染の半分は、農業の野焼きに起因すると言われる。国際食料政策研究所他グループの研究によれば、インド北部では、作物残差の野焼きが、急性呼吸器感染症のリスクを3倍に高めており、 その経済損失は5年間で約15億ドルと試算される。野焼きの背景には担い手不足と収穫の機械化があり、法律で規制されているが事実上遵守されていない。対策の一つとして、ハッピー、シーダーと呼ばれる不幸期栽培での二毛作のための農機が、オーストラリア国際農業研究センターの事業計画のもと開発され、野焼きの抑制と自力、 収益向上が図られている。また家具大手のイケアは、藁を製品材料にすることでの焼きを減らす、ベターエアーナウという計画を2018年に発表し、インドで開始した。中国中国では、地方政府により、作物残砂の野焼きが禁止されている。かつては、違法なの焼きで得られる、草木海肥料に依存する農家が多かったが、2008年から、中央政府により、 作物残差の有効利用が推進され、大きく改善した。アメリカ合衆国アメリカ合衆国の制度では、連邦政府が定める、大気浄化法の下地方公共団体によって、植生や植物残差の野焼きが規制されている。地域により例えば、優勝を含む、許可制や気象、大気汚染予測に基づく規制、行動、隣接地域との距離や時間帯などの条件が、 設けられている。アメリカ疾病予防管理センターは2020年、新型コロナウイルス感染症に際して、野焼きが公衆衛生上のリスクを悪化させ、また消防などの公共サービスを逼迫させることから、野焼きの禁止と待機化など適正処分の推進を干渉した。同様の理由から、サウスカロライナ州やアイダホ州といった地域では、野焼きが禁止された。 ブラジルブラジルの焼き畑農業ブラジルのアマゾンガー流域では開墾を目的とした野焼きが原因の森林火災が例年数万件発生しており2019年には過去最多となり国際問題にも発展その後ブラジル政府は野焼きを禁止したイングランドおよびウェールズイングランドおよびウェールズの法律では穀類豆類油菜の作物残差の野焼きは教育目的や 法律で定められた、病害虫処理、破損した、ロールベールなどの片付けを除き禁止している。また前日の教育目的、病害虫処理や、雨の作物残差の場合は、夜間や土日祝日の野焼きを禁止し、面積や周辺環境、従事者、通知、消火設備、燃焼倍の処分などの条件を設けている。またヒースや草原の野焼きについても、季節、時刻、 従事者、設備、通知などの条件や許可制を設けている。カナダマニトバ州の法律では、夜間の作物残砂の野焼きを禁止し、日中は季節による規制期間や許可制を設けている。ブリティッシュコロンビア州は2020年に、大気質の悪化が新型コロナウイルス感染症の悪化につながることを、鑑み、被害軽減策として、野焼きやキャンプファイヤーを禁止した。 オーストラリアオーストラリア森林火災サバナでは、アボリジニが狩りのために行う、小規模な野焼きが5から12万年前から続けられている。モザイク状に焼け野が形成されるため、結果的に生物多様性の維持と山火事の炎症抑制に役立っていると考えられている。一方、野焼きは山火事に対処無力であり、根元原因である。 気候変動を解決するべきだという意見もあり、また野焼きそのものが山火事の原因になる危険が指摘されている。自力増進法に基づいて定められる自力増進基本指針では、1997年以降の改正により環境保全型農業の推進が加えられ、作物残差の堆肥化またはすき込み、配送法の遵守、廃棄物資材の利用、 加工にあたっての環境保全への配慮を求めている。持続農業法では、有機物の循環など持続性の高い農業、生産方式を実践する農業者を認定し、資金支援や都道府県の環境ラベリング制度において、優遇措置を設ける。国際連合食料農業機関で示された、ギャップ原則や農林水産省ギャップ、共通基盤ガイドラインをはじめ、多くのギャップ規範、 基準では、作物残差など副産物の循環的な利用や、環境汚染の最小化を求めている。2018年度には、環境保全型農業直接支払いの要件として、国際水準ギャップの実施が定められた。ありがとうございます。